な。何？うわあ！バカな！エレドロ様だ！クルダヨへの気合、今こそ見せん！うわあ！離脱！見たか、これぞクルダ傭兵の気合。とにかく家の中へ。あれは一体。情報が漏れていたようだな。だが所詮は雑魚だろう。クラック、もう一度突入の段取りを。ん？どうした？下の様子、自分の目で確かめてみたい。好きにしろ。では。待て。ひどく囲まれたものだな。連中も本気のようだ。久しぶりだな、ディアス。カイ・シンクさん。誰なんです、あの人。クリムゾン、セヴァール59人のうちの一人、クリムゾンのカイ・シンク。セヴァール、あ、セヴァールへの礼ならば頭を上げてくれ。今日の俺はクリムゾンとしてではなく、シルバーソードとしてここに来た。シルバーソード？それってクルダのラザレーム。今行く。待ってろよ、兄貴。てめえ、死んだんじゃ。
お前を殺すまでは死ぬわけにはいかない。よ、りょ、きょ、さい、よ、かん、だい、しょ。あたいは急いでるんだ。てめえにとどめを刺しておいた方が時間の節約になるかもな。じいさんたちの仇取らせてもらう。行くぜ。第二波応援隊揃え。クロスボウ隊準備。ラザレームってガー君知らないの？ラザレームっていうのはアシュリアーナに11人いて、自然に満ちるソーマの力と調和して己の耳と声と触媒だけでとってもたくさんの奇跡を起こすの。そしてそのラザレームでもありセバールでもあるクリムゾンの会神区といえば、あのスカーフェイスの傷を作った人。え、あ、あの人が？いらぬこれを使ってもらわないと話もできん。よく効く薬だ。すまんが、それは必要ない。それよりも今は敵の真の目的を若き戦士たちに話すことの方が重要だ。真の目的？連中、つまりソウルファンが標榜しているのは聖国撲滅論。彼らはそれを実践しようとしている。違うか？そうだ。奴らのクルダ侵攻は当面の目標でしかない。真の目的は、西王国、アシュリアーナの滅亡だ。え？第二波出撃する！歩兵部隊、前へ！クロスボウ部隊、続け！我々が展開した時にはすでに。この傷口はクリムゾンの。あ、何か。いや、このままにはできる。カイシンクか。厄介なことだ。頑張れよリーン殿。東のキシュラナ、西のフェルシア、南のクルダ、北のリキトア、その四王都に守られる中央聖地ジュリアネス。それら5つの王都にはそれぞれラザレームがいる。ソーマの力を使うことを許された者たちがいる5つの地を合わせて西王国アシュリアーナと呼ぶ。国こそ大きくはないが、それらの力を持つアシュリアーナは他国から見れば未曾有の力を持つ恐怖の国と映るだろう。潰さずにはいられないのだ。恐ろしくてな。そんなバカな。だが、この信仰がソウウルファンの独断とも思えない。必ずどこかにいるはずだ。裏で動いている者が。今はまだ、どこの勢力ともわからないが。ん？ガウ、お前がエレの弟なら、私にとっても弟だ。無茶だわ。ガー君が死んじゃう。スカーフェイスならこう言うだろう。こいつを持って死んでこいと。だ、私はそうは言わん。これは君の命を守るための武器だ。僕が敵を食い止めてる間に早くディアスさんを守れって、あのスカーフェイスが僕に。
守れって言ったんだ。これから敵はクルダ傭兵に真の恐怖を味わうことになる。父や母や兄弟の、そして友のために戦うとき、我らが力は一騎当選。セバールは恐怖を司るものって言うけどさ、バカ言うんじゃないよ。どんな御託を並べてみたところで。なぜセバールが必要以上に恐れられているかわかるか。それはな、人の命をいともたやすく奪ってしまう悲しく苦しい恐怖という名の力を持っているからだ。これからもし生きていられたならば人々に語るがいい。この59代目セバール、シャドウスキルエレラグがお前のその体に、心の奥底までにセバールの恐怖を刻み込んでやる。いいさ、やれるもんならやってみな。あのバカを殺せ。我は元老が一気なる。我が右腕を答えよ。そは何ぞ。我は本王、本王の本王、貴公の敵を打ち砕き、すべてを燃やす本王炎なり。見ていてください、ディアス兄さん、僕は史上最強の盾になる。私がなぜ薬を飲まないかわかるか。過ぎてゆく時を止められないのと同じように、人の命は消えていく。人の命の炎をいかにしても止められないものなんだ。それじゃあ僕は何のためにあなたを守るんですか。そんなの納得できません。それでも君は理解しなくてはならない。これから戦場へ赴く者として、人の命で糧を売る者として知らねばならない。覚えておくんだ。人は皆命を削る。どんな人間も何かのために命を削りながら生きていく。同じように私は私の作った武器や愛する者のために命を削ってきた。そして君も見つけなければならない。己が命を削ることのできる尊く誇り高い戦う理由を。何者なんだ。うろたえるな。奴はセバールではない。あれがセバールではないとしたら、セバールとは一体。奴は本気だ。本気で千人を倒す気でいる。ならば見せてもらおう、その自信が本物かどうかを。リン様、ご報告いたします。カイン・ファランクス殿の姿が見えません。戦線を離脱した模様です。何？もしやアシュリアーナの密偵だったのでは。伝令がいらぬ詮索をするな。申し訳ございません。今は戦況に集中する時。私はスカーフェイスとは違う。残り少ない命の私が、私の弟に最後にしてやれることは、私の作った最強の武器を君に与えて、君の命を少しでも守ってやることだ。止まれ。キュオ、ディアスを守って。はい。忘れないでほしい。君の戦いが、君の命でしかできない戦いが必ずあるということ。僕だけにしかできない戦い。
我が影技にかなうものなし。我が一撃は無敵なり。クルダ流交差法霊門試作技レイピア。ラジ、数十人がかりで捕らえた魔人を、たった一撃。ここからが本当の勝負だ。59代目セバール、シャドウスキルエレラグ。言ったはずだぜ、お前にその恐怖を刻むと。ウェッジガナギーグ。気功の作ったこの傷と流された赤き血、そして気功の熱き心を最大の敬意を持って称える。なぜとどめを。戦うのがあたいらの仕事だからさ。戦いと殺しは別だ。それにおめえ強かったからな。やめろ、哀れみはたくさんだ。そう思うのはてめえの勝手だ。あのじいさんたち死んでないぜ。たく、とんでもないじいさんたちだ。行けよ、急いでんだろ。バカな、本気でたった一人で戦う気か。この体にはいろんな人たちの思いが詰まってる。命を懸けてくれたその思いがある限り一人ではない。アーマー前進、ボーラを使え。アーマー隊前へ、ボーラ放て。アーマー隊抜刀。ついにくたばりよった。何？ブラックイングを、ブラックイングを投げるというのか？たちは飢えた狼だ。武器は今奴の手にはないぞ。名乗るべきあざなはまだないが、これから倒れゆく貴公たちと倒れていった男たちに最高の敬意を払い、今ここで即決し名乗る。我が名はブラックハウリング。かかれ、殺せ。
我は第59代目セバール。シャドウスキル、エレラグ。引け！引けば見逃す。だが、引かぬ時は、覚悟を決めよ！クルダの、セバール。ところでよ、ローのやつ最近姿が見えねえな。あいつ一体どこ行ったんだ。お前知らねえか。知らないよ。あらあら、ちょっと活躍したぐらいでそのお高い態度はなんだね。え、ガオバン君よ。やめてよ、当分エレネーとは口聞かない。いいよ別に。あ、噂をすればあのキザ野郎が。